戦いを見せてまいります。この男ワイルドベア保坂秀樹の入場であります。Okay.
信じて、はい、動きを止めに行った。なんとマットからのパンチ、外した、腕を回した、DDTで切り返した。巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。します。掴んだ、アップとエルボー、乾いた音が館内に響きます。キックで返します。ロックアップ、リフトアップ、リフトアップ、そのままプラスしてまいります。キックを打っていきます。場外に落とします。ここでタッチです。このポーズです。リング内に戻ります。掴みます。エルボーを入れていきます。掴みます。エルボー、掴
とします。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。走り込んでのエルボードロップキックを放ってまいります。行くのか、マットを返します。ストンピングです。膝を狙ってまいります。抱えます。ボディースラムで投げてまいります。的確なドロップキックです。腕をフックします。リバースで返します。スイッチしてまいります。ドロップキック組みに行きます。逆に投げてまいります。スタンディングを取らせます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ、パンチで返します。掴んだ、打ち込んでまいります。掴みます。そのまま叩きつけます。ストンピングを叩き込んでまいります。ここでタッチです。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。掴んだ、ハンマーを打ち込んでいきます。掴みます。させません。抱えます。投げ技を使う格闘技っていうのはね、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんですよ。プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないんですから。そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。腕を取ります。エルボーを入れていきます。組みに行きます。ロープに振った、ニールキック、ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。ラフサッポーに転じます。行くのか、この辺りの関節攻撃いかがです。うーん、ちょっと浅いですかね。そうですか。組み合います。逆に振り返してランニングしたらエルボー起こしてまいります。捉えます。耐えます。顔面に突き刺さります。立ってまいります。掴んだ、逆に返します。掴みます。ハンマーを振りかざします。この後に一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。腰を落とします。パワーボム投げっぱなし、そのまま体固め、カウント2返しました。逆にバックに回った、マリオを取り返す。フェイスプレッシャー、顔面砕き、腕をフックした、ブレンバスターで叩き
絞り上げる強烈。あっとパンチ強烈、抱えた。あっと崩した。ここでタッチだ。腰を落とす。あっとスリーパーで切り返す。首根っこを掴んだ。ハンマーを落としていく。タックルぶちかわし起こした。蹴っていった。ラリアット、そのまま浴びせてまいります。15分経過、15 minutes pass。 ガチッと組み合った。あと逆に返した。肉体を躍動させる。足を殺していった。エルボーを入れていく。スピア強烈、抱き起こす。張り手、腕をフックした。あっ、逆にパンチ。ガジェット組み合った。逆に振り返して、ラリアット。ここでタッチだ。ガジェット
界なテクニックを見せてまいります。この男未だに健在であります。選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴みます、蹴ってまいります、キックを打っていきます、組みに行きます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。あ、そうですか。蹴りを見舞ってまいります、腕を取ります、エルボー、腕を捉えます、エルボーを入れていきます、あります、いくのか。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは彼に対する恐怖感がいつも伝わってるわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を送ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。こういう技を見た方も受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習は嫌というほどやってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうですね、サイドからヘッドロックの体勢に移行します。フロントからのキック、腕を取ります、腕に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ、打ってまいります、ロックアップ、切り返します、ストンピングを叩き込んでまいります。響きます、岩石落とし、バックドロップであります、レッグロックに捉えます、あっとキャッチした。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ガードします、無人島に着陸してしまった。ストンピンが蹴りつけてまいります、相手の手が倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。受け身を取っているというわけですね。そうですね、いけるか、あっと倒していった、スリーパーホールド、ガチッと組み合った、逆に振り返した、ストッピング強烈、ストッピング、組み合った、あっと切り返した、さあ渾身の力で締め上げる、完全に入ってますよ。ブレンバスター行くのか、ブレンバスターを叩きつける、抑え込んでロックブレイク、ロープブレイク、あっと逆に捉えた、バックに回った、金的攻撃、あっとドロップキック、
と逆に倒した。コーナーに登って急降下ボディープラスカウントに一気重低音は大凶。あっとそのまま倒していった。片指で持ち込むロープブレイク組み合ったコーナーに振った。スイング式の DDT 起こした。裏感がある固める。カシートボマカーラ、カシートボマラ、マラハ。さあ、1たす1が3にも4にもなる高タッグ。今日もアウンの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。組み合います。切り返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。立ってまいります。腕を捉えます。腕を決めてまいります。ロープに逃れました。ロックアップ、ロープに飛ばした。ドロップキック、ブロックします。顔面を蹴り上げます。フロントからのキック、組みに行きます。逆に倒します。ラフサッポーに転じます。行くのか、返してまいります。フェイスロックの体勢です。乾いた音が館内に響きます。掴んだ、逆に返します。蹴りを見守ってまいります。顔面へのキックです。組みに行きます。あっと返します。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。させません。小脇に抱えます。エルボーで返します。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ受け身を取っているというわけですね。そうですね。張ります。ロックアップ、フライングメイヤー、ドロップキックであります。キックを打っていきます。掴みます。エルボー、あっと
そのまま倒してまいります。打ち込んでまいります。あっとキャッチした。テイクダウンを奪います。起こします。リバースで返した。ここで休みたくないですね、ここは仕掛けたいですね。腕を取ります。あっとエルボー。こういう打撃の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーってのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。あっと返します。蹴ってまいります。パンチで返します。蹴ってまいります。パンチで返します。おっと逆に捉えた。させません。コーナーに登ってダイビングエリアット。さあタッチ、首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。あっと逆に切り返した。3つ入りません。組み合った。あっと切り返した。ストンピング、腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。首をかっ切るのか。あっとミサイルキック、エビに固める。カウント、ここでスイッチ。このポーズ、胸に抱かれました。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。フロントキック、抱えた。エリボーを打ち込む。すごい音がした。ガチッと組み合った。締め上げていった。ここでタッチだ。10分経過、10 minutes passed。打ってる方も辛いはずですよ。はい、エルボーを入れていく。いけるか。あっと倒していった。背骨に打ち据える。ストンピングを叩き込む。組み合った。あっとそのまま投げていった。いけるか。あっと逆に投げていった。抱き起こす。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT。 そのまま体固め。カウントにテック、重低音がないと。掴んだ。ハンマーパンチ強烈。ガチッと組み合った。コーナーに振ってラリアット。ドラースキック。場外に降りる。頭を掴んで円錐蹴り。腕をフックした。ボディスラムで投げつける。起こした。
正面から投げを威張った。立たせていく。トラースキックのどもと引き起こす。蹴っていった。組み合った。お気をつけください。リングに戻ります。一気にスパークするのか。15分経過。リングに戻ります。ここでタッチだ。蹴り上げていく。いけるか。コーナーだ。ガジェット組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。ストッピング強烈。掴んだ。あっと噛みつき。ロープブレイク。頭を掴んで、あっと逆にキック。首根っこを掴んだ。あっと返した。首根っこを掴んだ。させません。担ぐか。バックフリップ引き起こす。バックフリップ強烈。チョークで締めていった。場外に移行した。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。ストンピング、ストンピング強烈。蹴っていった。掴んだ。あっと逆にキック。腰に手を回した。そのまま後ろに落としていった。立たせていく。組み合った。あっと逆に返した。リングに戻ります。腕をフックした。 DDT。 カバーの体勢。ロープに逃れた。蹴り上げていく。一気にゴールするのか。絞り上げる。強烈。頭を掴んで。いけるか。ロープに飛ばした。バットホイップしていった。バット返していった。頭を掴んで。
噛みついていった。ガジェット組み合った、巻き投げで切り返した、起こしたバックフリップ強烈、リングに戻ります。リングに戻ります。25分経過、ファウルとした、ここでスイッチ、抱き起こす、腕を取った、長田ロック2ががっちりと決まった、ロープに逃れました。腕をフックパッと外した、フロントキック、いけるか、逆に返した、ストンピングを叩き込む、引き起こす、トップロープを狙う、コーナー最上段からドロップキック、クロスフェイス、クロスフェイスが入った、ここでロープブレイク、ボディスラムで叩きつけた、抑え込んでロープブレイク、ロープブレイク、組み合った、対角線に飛ばした、トラースキック、カシートもマラ、マラハ。チームが入ってまいりました。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね、
まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。あっとキャッチした、ドラゴンスクリュー、足を狙ってまいります、掴みます、エルボー張ります、ロックアップ、投げてまいります、ストンピングダイス、引き起こします、耐えます、掴んだ、弓を引くナックルであります、行くのか、ロープに飛ばした、荒っぽいファイトを展開してまいります、ストンピングを叩き込んでまいります、組みに行きます、逆に返します、いやらしい攻めを見せてまいります、キックを打っていきます、腕をフックします、ブレンバスター、切り返します、腰を落とします、エルボーで返します。打撃的で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。腕を捉えます、バット返します、掴んだ、キックで返します、掴みます、パンチで返します、抱えます、バットリバースで返してまいります。こういうホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。ここでタッチです、フロントに捉えます、蹴ってまいります、掴んだ、ボディスラムです、エルボードロップ落としてまいります、蹴りを見舞ってまいります、逆水平を打っていきます、組み合います、逆に倒します。ああ、この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。フロントからのキック、抱えます、させません、ソマットを放ちます、腕を回します、逆に投げてまいります、複合技の体勢で締め上げます、あっと逆に捉えた、イネって倒した、ドラゴンスクリュー、蹴り上げます、腰を落とします、ハンマーを打ち込んでいきます、スイッチしてまいります、10分経過、立たせていく、さあタッチ、
腕を取った。腕を壊しに行った。
ットが姿を現し始め、館内のファンも大声援を送っております。の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。投げてまいります。ストンピングです。飛びつき式の嬉しい逆十字オープンブレイク。腕を回します。ブレンバスター、返してまいります。キックを打っていきます。逆水平、エルボーを入れていきます。腰を落とします。切り返します。ランニングストレートネックブレイク。リング内に戻ります。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。蹴りを見舞ってまいります。蹴ってまいります。ロックアップ、フライングメイヤー、キックとチョップを左打ちます。顔面に突き刺さります。ストレッチプラグに入ります。足に照準を絞るのでありましょうか。ロープにブレーキしました。スイッチしてまいります。クレイジーサイクロンが決まった。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。倒してまいります。高周波数の音が館内に響きます。肘を打ち込んでまいります。腕をフックさせません。組み合います。コーナーに振った。ラリアットなぎ倒し、体を預けます。ロープに逃れました。抱えます。フロントからのキック、あっとキャッチした。レッグロックに捉えます。掴みます。キックを打ってまいります。ラフサッポーに転じます。抱えます。強烈であります。 DDT、ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。さあタッチ、組み合った、あと逆に倒した、引き起こす、バックを取ってエルボーで切り返す、ネックブリーカードロップ、
ター行くのか。ブレンバスターが切り返した。起こしたラリアット、抱き起こす。腕しげ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。ここでスイッチ。いけるか。正面から投げを見舞った。抜くのか。パワーボム投げ捨て、立たせていく。フライミリエキス、ギロチンドロップ、強烈。組み合った、投げていった。スリーパー、落とすのか。ボディスラムで叩きつけた。ムーンサルトクラッチ。ここは踏み込むとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。奥歯をかぶしリバースで切り返した。決まり具合いかがですか。これはがっつり決まってますよ。バックに回った。これは踏み込み取れないですよ。ここでタッチだ。掴んだ。顔面キック。腕を回した。スイートグランド式 DDT、 脳天に食い合うたれた。キックの顔面を捉える。立たせていく。駒体挟んだ。ファイアードルのカウント
腕を決めていきます。組みに行きます。ロープに振って逃げる。ピンポイント集中砲火。逆に返します。腰を落とします。肘を打ち込んでまいります。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。あっとエルボー、行くのか。投げてまいります。エルボードロップ、ガードします。強烈なキックです。エルボードロップ落としてまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは部屋に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。小脇に抱えます。えげつないニークラッシャー、起こします。足を取ります。耐えます。ロックアップ、あと返します。プロレスの王道をまさに爆心してまいります。ジーニアス武藤圭司、信じる者は己の才能。その天才的なリングさばきで永遠のローウルフは今宵もプロレスファンタジーを見せるため戦っています。組み合います。ロープに振った、チョップが上がってまいります。ドラゴンスクリー、つもりでじれた。足に照準を絞るのでありましょうか。ロープに逃れました。エルボー、足を抱えます。パンチで返します。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。組みに行きます。切り返します。リング上は逆片指固めの体勢、ローププレイクです。チョップでありです。ドラゴンスクリーン、アキレス腱がバラに入ります。ロープにブレイクしました。掴んだ、キックで返します。掴みます。させません。ロックアップ、ロープに飛ばした。キチンシンク胃袋攻めです。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。掴んだ、弓を引くナックルであります。掴んだ、キックで返します。コブラクラッチの体勢、逆に返します。腹固めの体勢であります。ロープブレイク。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい勢いですね。いい攻めですよ。スタンディングを取らせます。2本目になりましたよ。ナイジョンポーカー引き起こす、ドロップキック、膝起こした、ドロップキック、膝を出した、抱き起こす。そうですね、危なかったですよ。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。足を抱えた、後頭部円錐、どうか。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。ロープに飛ばした、急降下、ボディープラス、カウント3つは奪えない。組み合った、あっと切り返した、シャイニングウィザード膝が襲った、うまく切り返した、コブラクラッチに取った、逆に返した、立たせていく、1ポイント膝、10分経過、10分経過、あと1回転してキック、立たせていく、いけるか、あと逆に返した、引き起こす、掴んだ、膝へのドロップ、
引き起こす。あっと返した、ガードした。あっとシャイニングウィザード、立たせていく。ドロップキック、膝、気合を入れた。シャイニングウィザード最高魔術師、これで決まったか。
ど真ん中スタイルの申し子であります、この佐々木健介。相手に真正面からその魂を熱くぶつけていく健介、その姿はまさにボルケーノ、現在進行形で大噴火であります。この辺り引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、おやすみがうまいですよね、別格ですよ。あっとエルボー、腕を取ります、エルボーを入れていきます、ユウを打ち込みます、ラリアット、ストンピング、蹴りつけてまいります、起こしてまいります。こういう力になっていくのが効きますよ、ちょっと苦しそうですね、起こします、乾いた音が顔面に響きます。こういう大変な技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、さあ構えた目に移行してまいります。逆スイープ、意地を打ち込んでまいります、組み合います、ロープに振った、ショルダータックルで倒します、バックに回ります、エルボーでブロック、ドロップキック、掴んだ、させません、行くのか。こういう攻め方はうまいですね、今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね、起こしてまいります、腕を回します、エルボーで返します、組み合います、ロープに振ってドロップキックを担ってまいります、組みに行きます、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーを振りかざします、足を固めてのハンモックロックであります、ロープにブレイクしました。リング上は何が出ても体勢います、クラッシュからエルボースマッシュ、ロックアップ、逆に倒します、この辺りどうでしょうか、まだ完全に入ってませんね、組みに行きます、あと逆に投げていった、起こした、ガチッと組み合った。
体固め。ここでロープブレイク。組み合った。対角線に飛ばした。ドロップキック。起こした。バックに回った。逆さ押さえ込みで丸める。ロープに逃れました。抱えた。ダブルアームスープレックス。決めに行くのか。抱き起こす。バックを取って逆さ押さえ込みで丸める。ロープブレイク、ロープブレイク。コーナーに振った。15分経過。15ミニッツ。リングに戻ります。いけるか。カード一本背負い。片道から突き刺さった。引き起こす。フィニッシュに行くのか。組み合った。コーナーに振って Yeah.